皆さんこんにちは、武田塾の高田です。見慣れない感じだと思うんですけど、今回イダチャンネルのお二人が武田チャンネルゲストをしてきてくれてます。よろしくお願いします。どうもす、日経 YouTuber の小畑。そんなことない。そんな挨拶されてましたっけ。登録者1000人1000人挨拶してた。高校生からすごい今人気が、去年ですかね、出てくれた時よりもものすごい今登録者も増えてて、前回ね、面白い部分をちょっとだいぶ真面目に変えましたんで、ちょっと小畑くんがね怒ってましたね。ちょっとダメに生きてるからね。本当はね、前回の動画めちゃくちゃ面白かったんですけど、だいぶ真面目に編集しましたんで、大人の圧力で全部勝った。いやそういうわけじゃないですけど、イダチャンネルの春のね勉強法っていうところでね、また動画も見てください。今回は夏も終わって受験生直前期迎えてます。過去問の使い方とか直前期のメンタルを京大に合格した2人に聞いていきたいなという企画なんですけど、この止まったのでちょっと変なスタジオで、なんだこれはみたいな感じあります。どうですかお二人、コバさんは現役合格ですよね。秋以降過去問とかどんな風にやってたかとか、その辺話してもらっていいですか。忘れちゃってます。いやちょっと過去は振り返らない。あ、そうなんですね。明日しか見てないんで。受験生の時もそんな感じでした。過去問とかは気にしない。未来問と言いました。未来問って。予想問題集ね。未来問とかね。はい、予想問題集って読むんだね。未来問とか。未来問とか。一応重視のね。一応重視のちょっとね。今日ごめんなさい。真面目なアドバイス聞きたい方は今日の動画じゃないかもしれない。今日ちょっとリラックスしたい方向けに、そんな動画かもしれないですけど。まあ、過去問は、はい、結構まあ、1月ぐらいは取ってたね。もうほんまにセンター終わるぐらいからいいんじゃない、はい、1ヶ月で。だいぶ直前詰め込みだもんね。現役の10月、はい、11月なんて、弱っちいんで。あ、まだ基礎やった。やってもできない。やったら、それは直前に持ってた方がいいですね。さすがにでも傾向は知った上で勉強してました。そうそう。オープン模試とか、実践とか。夏の模試とかね。レベル関心大事やもんね。うん。どうでもいい古いやつとか解くのありなんちゃう。最近やったら結構価値高い。なるほど、ちょっと取っておくタイプなんですね。流派分かれる部分やと思いますけど。取っときたい。あのものは好きなやつが食べます。好きなやつから食べる。食ってから地球が滅亡せるかもしれんからね。デザート食い残すかもしれへんやん。あ、なるほど、なるほど。野菜とか食べてる間に地球滅亡したら、うん、だからデザートは最初に食べてください。いや、そのアドバイス、それは聞いたじゃない。デザートは絶対最後やん。でもコバさんの話でいいなって思った。唐揚げは最初に。いや、ちょっと僕、ちょっと別の話を送ってください。コバさんの話でいいなって思ったのは、基礎力をめちゃめちゃ聞くじゃないですか。すごい。コバさんの話でいいなと思ったのは、基礎力をちゃんとつけることが大事だと。過去問もめちゃめちゃ心配になるよ。すごい距離近い。耳遠いかな。心配になる。でも本当に基礎力つけるのが大事だと思いますね、はい、どんな勉強してました秋では。過去問以外で基礎力をつけるために。英語は苦手だった。はいはいはい。英語先生を置いて単語出されて、うん、間違えたらもしないで何かなる。痛みで覚えるっていう。痛みで覚える。じゃあサイコさんは浪人を経験してますけども、秋以降どうでした。どっちかというと夏し失敗組ですよね。なんか聞いてた話のこと。そう、勉強時間23分だった。23分ですよね。そっから立て直しました。泣きながらお茶。泣きながらお茶。それぐらい追い込みましたね。ナボスやっぱ正社なかったやつは、たまには気を追い込むのしんどい。なので、こういう生きったガチャとやってたのに、泣きすぎたお茶というのが。涙の色落ちでね。色落ちで、そんなパターンあるんですよ。でもこれちょっと有益な情報なのは、青チャートってどっちかっていうと、京大生からしたら基礎ってイメージあると思うんですよ。うん、本当は春とか1学期に終わらせとかなきゃいけないものなのに、秋やってたんですね。そっから駆け込みで。なんか、それまでに結構、基礎をないがしろにしてるなっていう意識はあったんで、怒ってます。めんどくさいとかコスパとか気持ち捨てて、うん、マジで一からやろうっていう感じで原点に帰ったっていう感じです、うん、それが兄弟間に合ったんですね。意味よく容量も良かったっぽくて良かったみたいな。どうですか、浪人の秋に青チャートそっから兄弟受かるって結構すごくないですか。僕受験失敗したことないんで。めちゃくちゃ最近失敗してる。運試がね、200万回お前の失敗再生されてる。運試不合格みたいなね、動画も。これまでは失敗したことなかったんで、はいはい、失敗する人の気持ちちょっと分かんないんで、うん、性格悪い大門ちょっと態度ちょっと受験生が見てるんで。僕が現役で一回失敗した時は正直過去もないがしろにしてたところだったんです。なるほど、過去も大事だよっていう。5年分ぐらいしかやってなくて、はいはいはい、落ちちゃったんですけど、その分でも浪人期の時に過去も余ってたからちょっと助かりました、ね。うん、2年で見た時はね。そういうふうに2年計画で見た時。じゃあちょっとですね、できんやったら数学と理科できやるんで、そこということやらなくていいです。塾のチャンネルで過激な受験のやめとけよ。得意教科で勝負するのは大事ですよね。確かに大事な。二人に共通してすごいなって思ったのは、はい、受験直前期、メンタルそれこそ過去まで取れなくて、やんじゃう子とか、諦めちゃう子とかも出てくるわけじゃないですか。結構メンタル強いなって思ったんですけど、直前期どうしてました？モチベーションとかメンタル面。サイコさんとかね。実際、過去問とか受験と同じ時間で解いて、合格点十分取れてたんで、本番も絶対いけるなって感じですね。最低過去問ぐらいは取れるようになっておかないと厳しいかなって。秋以降、焦ったりとかしたわけじゃないですか。
その時もう無理かもとかよぎりませんでした、頭の中で。結果出なかったらしょうがないなって感じで、うん、どうしようどうしようっていう不安になる余裕もないぐらいずっとガーッてやってたの、うんうん、その姿勢は見習った方がいいかもしれないです。海水の陣すぎて逆にだから追い込んでよかった、夏はやらん方がいいかなそんなアドバイス高2生やってください絶対に、ね、追い込まれて結果出せる人と追い込まれてしんどくなっちゃうタイプいるんで、まあそこは人それぞれって感じですなるほど、わかりましたというわけで兄弟に合格した僕にはなんかいやいや話したかったそうやあごめんなさいごめんなさい、コバさんはどういう気持ちで受験直前期に臨まれてました。僕も結構成績悪くて、はい、高2の時とか英語が学年の土米お、そうなんですか、はい、英語最下位からの合格を僕も結構浪人していいかなぐらいの気持ちだったんです、うんうん、もう夏のオープンとかもいい判定だし、はいはいはい、いろいろ僕の人生の中に天気があったりして、はい、それはあとはこっちチェックしてもらったんですけど宣伝する天気があって、はい、ここでパッションが入って、うん、ここからは負ける気がしなかったんですね。ちょっとそうですね、もう少し具体的に教えてほしいかもしれないですどんな天気があったんですか。頑張ろうと思えた天気、はい、親友が亡くなっちゃったんです。そこでもう俺はやるしかないっていう気持ちになって、生きてることへのありがたみ感謝を知ったんで、そこでほんまに気合が入って、ここから頑張ってました。でも今までの考え方も全て変わって、あ、全て。でも本当にこう受験できるありがたみみたいなものももしかしたら感じたのかもしれないですね。時間の無駄にしてることへの憤りをちょっと分かっていいのか分かんないですけどでも、はい、時間への感謝をそこに知った、はい、自問自答しながら一問一答するみたいな、ちょっとややこしい自問自答一問一答ラムパーみたいなちょっとしれっと止まってる緊張で清き政治家みたいなチャンネルちゃうから2人とも直前期やっぱりメンタル面すごい大事っすね。本当に前向きにゴールだけ見て気持ち切り替えて、その余計なこと考えずにやっていったっていうそんな感じですね。そうですね、いい話いい話と笑いとで見てるファンもどういう気持ち見たらいいやろうっていう最後にじゃあこれから直前期迎える受験生アドバイスを2人からもしよかったら一言ずつもらってもいいですか。怠惰なやつほど多分やっぱ自分を追い込まれないと頑張れないと思う、うん、自分を追い込んで不安とか抱える暇もないぐらい追い込んじゃって、うん、最後まで突っ走れ日本代表受験生世界陸上やってるけど受験生最悪夏はやらないです、夏終わってるんでね。じゃあコバさん受験生メッセージ。高校生の生活ってめちゃめちゃ有益で、はい、本当に魅力的な時間で美しい、うん、本当に無駄にしないように生きてほしいですね、うん、その SDGs の関係の無駄にしないと時間の無駄関係ないしゴール20だったと思うんですけど、そこ覚えてるやつは、うん、あんまりなかったと思うんですけど、ね、SDGs の多分17までやった17までかゴール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 か作ってもらった作ってもらった、うん、なんで今、はい、全力でやってみました。落ちてもいいです、全力でやってたとしたら、うん、落ちていい、うん、残るんですよ。で、これ一個僕の名言があるんですけど、僕の、これは何て言うの格言はいはいはいなんですけど、背伸びして生きてたら足跡が残らない。ちょっと待ってね、こういうことないよ、座右の銘的なことなんですよ。座ってない足跡は残らない方がいいです。背伸びして生きてたら、はい、足跡が残らない、一歩一歩噛み締めて生きてほしいっていう。背伸びすんなってことですか。背伸びすんな、見栄を張るな、これ悪くない感じ。ちょっとね、視聴者が刺さってたら全然自分の評価をはい、買いかぶることなく、うん、目の前まで一歩一歩、うん、生きてたら自分が歩いた奇跡っていうのが残る、うん、しっかり、うん、分かりました。一見ねちょっとふざけたインタビュー見えたかもしれないんですけど、その中にはあ、受かる受験生のマインド確かに入ってるなとか、大事なこと入ってるなっていうふうに僕は受け取りました。視聴者の皆さんもね、イダチャンネル実際兄弟受かってますから、はい、お二人の言葉を受けて参考にするところは参考にしていただけたらと思います、はい、じゃあイダチャンネルのお二人ありがとうございました。今回は以上です。高田先生、はい、武田塾の無料受験相談ってどんな話するんですか。受験生のみんなが抱えてる悩みを武田塾のスタッフが解決に導いていきます。今の勉強法のまずい部分だとか、それを無料で全部あなたに教えますよ。今から勉強を始めた高1高2生も焦ってる受験生も、うん、ぜひ来てほしいですね。詳細は概要欄をご覧ください。